はい、皆さんこんにちは。榊淳でございます。9月は13日の金曜日ですね。11時半を回りました。前場引けてますね。日経平均はですね、結局前場324円ちょい安ですね。ちょい安で引けたようでございます。昨日のニューヨークはですね、プラス235、まあちょい上げですからですね、まあそんなに影響はないのかな。ドル円が 140.90 と141を切りましたね。円高です。この次の焦点は140を切るかどうか、130台突入かみたいなですね。ですね、来週ですね、17、18で、まあ、日本時間19日に FRB の利下げが発表されます。まあ、0.25 か 0.5 かという議論がありますけど、私は 0.25 ちゃうかなと思いますね。でですね、20日にですね、今度は日銀の発表があります。この前 0.25 7月に上げてですね、上田ショックとか言われるですね、大暴落を招いたとされています。私はその意見にはですね、賛成しかねますけどもですね。でですね、そのまあ利上げはないと思います。20日に利上げをするんであればね、もう今日の時点でリークがいっぱい出てるはずなんですよ。で一切何のリークも出てないでしょう。だから日銀は何もせずですね、で、アメリカは利下げをするということでですね、まあ、それを織り込んでのですね、円高かなという気はしますね。さて、まあ、それは置いといて、本題は中国でございまして、大紀元、にこれは昨日出た記事かな、12日ですね、出た記事でして、中国の自動車3ヶ月連続の販売減と EV 輸出鈍化ということでですね、ちょっと読ませていただきますと、本文はこんな感じですね。8月中国自動車市場は前年同月比で販売が 10.7% 減少し、生産と販売は3ヶ月連続で減少していることが中国自動車工業会 CAAM かチャイニーズオートモビルなんたらかんたらですよねの最新のデータから明らかになった。その自動車工業協会が10日に発表したデータによれば、中国市場での8月の自動車販売台数は 194.2 万台で、やっぱそれともすごいですね。前年同月比で 10%、 10.7% ですね、正確には減少した。一方、同時期の自動車輸出台数は 51.1 万台で、前年同月比 25.4% と、これすごいですね。ところが生産台数は今後当初8月で見ると249万台、販売台数は 245.3 万台、前月比でそれぞれ 9%。8.5% 増加であったが、前年同月比ではそれぞれ 3.2 と 5% の減少であると。まあ、以下続くんですけどですね、中国の景気がですね、明らかに後退していてですね、車がの販売が鈍っているというのはもう明らかですね。それでもってですね、生産能力はですね、そのままなんでですね、むしろ増えてる感じがしますね、生産能力は。なんでそれをどんどこですね、補助金をつけてですね、ヨーロッパに輸出をしていると。で一方ヨーロッパではですね、ちょっともういい加減してくれと、ダンピングで売らんといてくれよと、秩序を乱すなということでですね、もう かなりゲップが出てるという感じですね。でこの後ですね、どんどんヨーロッパともですね、この EV をめぐって対立関係が深まっていくんちゃうんかなと思います。まあそれはまあね、いいんですけど、それよりもですね、中国の国内のこの生産過剰がどうなるかと言いますとですね、普通ですね、生産過剰、在庫があって売れませんで、ダンピング合戦やりますでしょう。でそれで疲弊してですね、倒産する会社がいっぱい出てきますで、それで閉鎖される工場が出てきますで、やっとそこでですね、なんと言いますかね、その生産過剰というダンピング合戦が終わるわけなんですけども、資本主義社会ではそれが普通のサイクルで、もう見てるしかないわけです。どっかが倒れるのか、体力勝負ですね、お互い叩き合いをやるしかないわけですけども、
中国の場合はここに共産党というですね、なんかこうお邪魔虫みたいなですね、お邪魔虫どころかなんていうのか、あの かく乱要素っていうのが入っていきます。でどういうふうにかく乱させるのかっていうと、まあ、ひたすら命令を出すわけですよね。買え、乗車買えっつってですね、まあでも買えないもん買えないでしょ。だからでもね、あのできるだけのことはやりそうなんですよ。まあ補助金の厚くするとかね。で今家電もそうですけど、家電を買い替えたら政府が補助するなんてことやってるんですよ、中国では。だからクルフワンを買い替えたらですね、政府が補助するみたいなことをやっててですね、まあ、あのそれでですね、どう言いますかね、単に先食いをしてるだけなんですけど、需要の、そういうことでですね、なんとかだからそのね、いわゆる自然淘汰というのを伸ばすんですよ。で自然淘汰というのを伸ばすとどうなるかというとですね、長い間、そのなんて言いますかね、あの叩き合いの潰し合いが続くということですね。待ってりゃいいんですけどね、本来待ってて、お前ら潰れんねんって言って、潰れろみたいなのをやったらいいんですけど、中国の EV って、最近何社か分かりませんけどもです、ね、最盛期は500社ぐらいあったらしいですよね。あの恒大も作ってましたからね、あ簡単に作れるんですよ、電気自動車って。で、今どうでしょうね、あの100社未満にこう収まってきたんちゃうかな、どん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 潰れてるんですよ、今も。でこれが最終ですね、10社、いやまあでも20社ぐらいまでになればですね、落ち着くんですけども、そこに行くまでにですね、共産党がさっき言ったように変な介入しますからですね、3年や4年はかかるんちゃうかなという気がします。つまり当面の間、中国のですね、EV 市場は不況ということですね。で、かなりの台数が増えて燃えてます。かなりの台数が燃えててですね、おそらく仙台に1台ぐらい燃えてるんじゃないかなという気がするんですね。で、これはですね、一月で194万台、まあ、200万台売れたとしたら2400万台売れてるわけでしょ、年に。ザクッとかける12で考えると。で、仙台に1台っていうことはですね、2400万台、2万4000台がですね、燃えてるということなんですね。毎日どっかで必ず燃えてるんですよ。いやだから多くの人は自動車燃えるところを見るんですね。そうするとそれが明らかになってくると、今度また販売が鈍るんちゃうかなという気がしますね。結局だからね、いろんなもういかな、あのいい要素は何もないんですよね。やばっていう要素ばっかりあるんですよ。まあどっちにしろ地獄は待っているということですね。よかった日本の状態という感じの話ですね。中国の自動車市場、地獄のまだですね、1丁目を過ぎた2丁目あたりという感じでございますね。はい、一応この大紀元のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうも、ありがとうございました。